ドナルド・ウェインスローンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、シリーブポート出身のプロバスケットボール選手。NBA のインディアナ・ペイサーズなどに所属していた。ポジションは、ポイントガード。テキサス州ダラスの高校でラマーカス・ウルドリッチと、プレイし、大学進学の際に、カンザス大学、ジョージア工科大学、オクラホマ大学、マーケット大学、テキサス A&M 大学、 地元の南メソジスト大学など多くの有力校からのリクルートを受け、スローンはテキサス A&M 大学に進学。デアンドレ・ジョーダンと共に同大学の中心選手として4年間活躍したが、2010年の NBA ドラフトではどのチームからも指名を受けることはできなかった。スローンの2010年のサマーリーグでサクラメントキングスの一員として参加し、 トレーニングキャンプにも参加するも最終ロースターには残れなかった。結局スローンは2010の11シーズンは D リーグとフィリピンリーグでプレーし2011から12シーズンに NBA デビュー。それでも契約と解雇を繰り返す状態が続き2012から13シーズン後半は CBA の関東サザンタイガースでプレーしリーグ優勝を経験した。 2013年夏、インディアナ・ペイサーズと契約。2014から15シーズンは、ジョージ・ヒルが開幕から欠場したために、開幕からスターターを任された。2015年8月11日、ブルックリン・ネッツと契約。2016年7月21日、再び、カントン・サザン・タイガースと1年270万ドルで契約した。二千十七年八月十七日、 ワシントン・ウィザーズと契約したが、シーズン開幕前に解雇。11月4日にテキサス・レジェンズと契約した。ありがとうございます。